目黒区立東山中学校は、東京都目黒区東山にある区立中学校。学区内に防衛省の施設があることもあり、各省の国家公務員官舎が多数位置している。また、帰国生徒に関する教育研究の指定校になっている関係もあり、生徒数に占める帰国生徒の割合が高い。かつては、目黒区立第一中学校の分校だった。 目黒区の中学校はそれまで1から11の番号で、校名が付けられていたが、初めて区域名で校名が付けられた。学区は、目黒区東山全域と上目黒、青葉台、大橋の一部。1.2年は4学級、3年は5学級の全13学級ある。東京都目黒区東山1の24の31。学力の高さや、進学実績に目が行きがちだが、 学校行事が盛んであることこそが最大の特徴である。3年になると中学校としては珍しくクラス劇を文化祭において実施しており、脚本、演出、キャストスタッフ等すべてを生徒だけで行っている。他にも運動会、百人一首大会、校内駅伝大会等、どの行事にも熱心に取り組んでいる。目黒区内の他の中学校は八ヶ岳 移動教室へ行くところを、本校は、目黒区と交流がある宮城県気仙沼市への漁業体験を行っている。ありがとうございます。